まあ初めましての方は今までトライ G4 となんかモンハンの動画めっちゃ投稿してきましたシルバと言います。まあよろしければ過去の作品も見てくださればまあね面白おかしく実況やってると思うんで、はい、今回も、今回よろしくお願いしますもうめちゃくちゃですね。で、発売からおよそ2週間ぐらい経ってるんですね。で、まあ村クエちょこちょこやって、村クエは一応一通り終わって、で今このこっちの方のクエストを進めてる感じですね。装備は浮かむ一式です。なんか一応ハンマーに使いやすかったなと思って、これスキルもラージャン用みたいな感じですごいんですよ。心眼に耐震ついてるし、一応装備はテオのハンマーと、ご一緒は挑戦者5ですね。いきなりスキル紹介してますけど、今回は、ウカムルバスの討伐。まあちょっと初回に結構なんだろう、ふさわしいじゃないけど、なんて言うんだろうね、一番ちょっと楽しみにしてたモンスターだったんで、やっていきたいと思います。ウカムルバスの討伐。サブターゲット前足の破壊ですけど、ちょっとダメージが全然入らないんで、まあこれは残念ながらちょっと無視してやっていきたいと思います。はい、ってなわけで、KO キック力いらないね、挑戦に心眼、匠に弱点と攻防も耐震、悪魔のカゴです。そう、悪魔のカゴついてるから、なんで今のであんな減ったんだって思ったりすることがありますけど、多分こいつの仕業ですね。はい、まあやっていきたいと思います。ホットドリンク、硝酸剤、打ち消しのみはおまけって感じで、よろしくお願いします。とうとうですね、久しぶりの実況ですけど、サードで、サードで自分は最初に浮かむるバスやって、でセカンド G にもいること知って、っていうわけなんで、過去の作品2作品の浮かむるバス見てきてますね。だから登場したモンスターハンターの作品のウカムルバスは全部見てますね。そういうことになりますね。だから今回は3度目のあれですね、ウカムですね。そういえばなんか G級に昇進するためのこれ何回見てもほんと近いよなおかしすぎるよあれは。もう最初見たとき思わず吹き出してしまいそうなG級昇進するためにやったのがあれでしたね、ウカムルバスでしたね。びっくりした、いきなりかと思って、なんか隠しモンスター的な感じで存在してんのかと思いきや、いきなりだったんでね、本当にええと思いましたけど、あとなんだろう、今自分のえ当たってないっしょ、今のアナログスティック今ぶっ壊れてるんですよ。グレーのとこのなんていうんですか、ゴム質のアナログパッドが普通あると思うんですけど、あれがコロッと取れて、なんかむき出し状態になってるアナログスティックで今やってるんで、なんかちょっとたまに操作がミスったりすることがあるかと思います。まあ、内容頑張っていきますけど、これ少し範囲が広くなったかなっていうのがちょっと自分の感想なんですけど、振り向かず、だいたいこれ手のところらへん戻ってくんで、ここらへんスタンプ打っとけば安定で当たります。ヒーカリなんでなるべくホームラン当てていきたいなと思ってたんですけど、ちょっといい浮かむかこいつは、おらスタンチが高いっすね、相変わらず。なるべく怒ってからスタン取りたかったんだけど、なんか
もうスタン来そう。仕方ない。え、スタンチ高すぎでしょ。さすがにこんなに高いハートはなかったと思う。でもなんかちょっと一人で買ってんのがね、寂しい気もしますけど、アイルはひとまずお留守番です。特攻ついてるんで火力は上がってますけど、ちょっと振りが遅くなってるんで欲張らずに当てていこうかなと思っております。よっこらせ。基本こいつもハンマーで狩りやすいモンスターですね。これすげースピードがゆっくりになったんですけど、今です。オッケー。当たり判定はそんなに広くないですね。なあ、まあでもずいずいずいってくるんで、ちょっとうまい感じでね、あの避けないともろ当たっちゃいますけど。潜りすぎだろ。あっち行くのかな。ポーズ、トゲ。当たる覚悟だろこれ絶対。あーっちょダメージやば。こんなにあったっけ。そんな記憶俺にはねえぞ。ナイスばっか。こっち側で、まあちょっと体力がやばいですけど、あの浮かむの装備なんで氷属性はの耐性はあるんで、スタミナが減ったりすることはないんで、あの打ち消しのみいらなかったな。そういえば基本こいつはあの振り向きを狙っていく感じの立ち回りかな。おおおお。でまああのチャンスがあればさっきみたいにあのひるんだ先で横一縦一ホームランできる限り当てていくみたいな感じが安定するかな。まあハンマーは本当にどのモンスターでも立ち回りやすいからやめられないんですけどね。初見のモンスターもまああのそんなご利用さずにチャンスがあればスタンプ打っていくみたいな感じだったんで、なんかね。そうでも初見とは言ってもあのゴグマジオ水が本当になんかわけわかんなくてあれは何なんだろう。かつてないモンスターでしたね。セカンド G、サード、トライ G、フォー、フォー G って5作品目なんですけど、本当になんかこれがモンハンなのかって思うぐらい初めてな感じでしたね。あのモンスターはホームランいけ、センキュー。こういうチャンスがあったらホームラン当てていきたいんですけど、ちょ間に合わなかった挑戦2が出たらこっちのも、あと5回ぐらいスタンプ置いたらスタンかもしれない。 OK、アブッシュいってやっぱ半分減るな。一応防御力771なんですけど、天よろいだままでもう限界まで強化してるにもかかわらず減りまくるんですけど、これ場所も悪いからこっち側行こう。あーくそ、お、え、何消えた、え、おお、わからねえよ、なの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 、おえ、あぶねえ、急に消えるっていう、ははっ、負けんじゃねえ、おら、これで3回目でしょ、さっきホームランやったから、スタンプじゃないけど、あと1回か2回、多分2回だろうな、お、1回だった、4回で、スタンでしたね。よく聞かれるのがハンマー、モンスターハンターの歴史の中で何回使ってるんですかって聞かれるんですけど、どんぐらいなんだろうな、俺もな数えたことはないんですけど、1万回は 100% 越してますねまあセカンド G からもずっと最初に握った武器がハンマーだったんで、こういうちょっと微妙な位置は緊急回避で。オッケー。なるべく紫ゲージを保ちたいんですけど、今大丈夫かな。え、ダメだった、早い、いって早いな。今回あれですね、振り向きのあ、振り向きじゃねえ、起き上がり無敵時間をなんかコントロールできるようになりましたよね。
無敵時間をっていうか、ハンターのあの起き上がるまでのタイミングは、時間はあの無敵時間になってるんで、モンハン。そう、その時間をコントロールできるようになったから、ちょっと死ににくくなった感じなんですかね。これはちょっと右に寄せて左に行こう。場所のコントロールをしないと壁端危険なんで、あんまり壁の隅っこの方は行きたくないですね。せーの、ぽい。突進来るか。お前多いぞ突進。これ2段階振り向きでホームランいけるかな。いけた。2段階のところはだいたい真横よりちょっと後ろらへんにいれば、今みたいに1回2回って振り向くんで、そうするとホームランまで、え、なんで沈んだん。そうですね、あの1回2回って振り向くんで、ホームランまで安定して当てていけますね。これは脇を抜けて、なんで回避 B ボタンを押したろお前。回避せよ、回避せ。なんか今のすごいもったいね。回避の方法分かってんのに。あそこでパニクると普通に引かれちゃうんで、これどうしよう。やっぱ普通に避けるしかないよね。これもしもしも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 だよ、もしもミスったら危ねえ。ちょっとあの自分たまにテンパるところがあるんで、ほんとあのなんか壮烈な戦いに見えるかもしれないですけど、なんかね、本当にやばくなるとテンパりますね、もう判定。あ、これ遠距離のやつだ。違った。全然。あんなに溜め込んだかと思ったら、動作が通りで遅いわけだ。ヒーカリですね。怒ってほしいよ。闘魂ってスキル出してるんで、モンスターの怒り値は、強くなるんだすけど、なんで今スタン取るん。お話に夢中で全然スタンチの計算忘れてた。おしゃべり面白いけど、はい、逃げよ逃げよ。ちなみにサードの浮かむるバスの仕様っていうか、モンスター的なね、ちょっと感じだと、お腹を壊すと全体的な肉質が柔らかくなって、攻撃が通りやすくなるように設定されてたんですけど、今回どうなんでしょうね、その点。これちょっと危険だけど行こう。逃げよ。噛みつき多いぞ。あれ3回目だよね今。これはスタンプで行こう。最初のちょびってのも当てたかった。そう、お腹破壊すると肉質も柔らかくなるんでダメージが入りやすくなったんですけど、今回どうなんでしょうね、そういうのあるのかな。先行玉1個ぐらい使えますか。効果時間およそ昼見の1回分ぐらいですけど。画面がずれてたよ。 OK。 相変わらず直撮りなんですけど、毎動画で言ってる気がする。逃げろ。で、ホームランもこの方向を渡ると当てられるには当てられるんですけど、ちょっと危険だったんで、ためにで逃げようと思ったら無理だった。ホットドリンク切れたんで10分経ってますね。だいたい10針で倒したらいいなって思ってたんですけど、なかなかそうもいかなかったな。あ、やべえ、真下から出てくる。おぶしゅー。さあさあ逃げろや逃げろ。意外と楽だとか言おうとしたら食らったんだけど、回復しとこう。最初は回復格グレートがめっちゃ大切に感じてたんですけど、今なんかそうでもないですね。今回蜂蜜とかね、おばあちゃん売ってくれないんで、おばあちゃんちょっといなくなっちゃったってことは死んだって考える方がまともかもしれないですね。あ、ちょっとタイミング遅かった。バッドクリティカル。動画見直してくれたらわかると思うんですけど、今俺攻撃食らった時、ハンターの力なんか紫色の血が出たようないう風に見えたと思うんですけど、あれがバッドクリティカルってやつで、悪魔の加護のことなんですよ。
ダメージが 1.25 倍に膨れ上がるっていうちょっと最悪な感じなんですけど、あれのせいでたまになんで一撃で死んだんだよみたいなことがあるんですけどね、ちょっと冷静を保っていられないスキルですね、あれ最悪だ。でもまあ自分悪魔の加護消すよりもあのボマー優先したんで火力は上がってるんですけど、攻撃食らうとちょっとぬらはーってなりますね。はいよ、来たね、またまた来たよ、わっせのわっせ、逃げろや逃げろ。耐震あるからあの地味に便利なんですけどね。そう、あのわざわざあの装備組んだ時に耐震は普通はつけないんですけど、こうやってあの最初からスキルでついてると結構なんかあの便利ですね。ふとした時にはうわ耐震って便利だなって思ったりしちゃいますね。今回なんか赤物装備より浮かむの装備の方が強いなって思うんですけど、赤物は相変わらずあの聴覚保護と匠と達人が出てるんですけど、でもスロット的にもあの本当に浮かむはあの頭胸腕腰全スロット2やったんですごいなと思って、だからあの闘魂つけられたんですけど、武器あの緑のブラキいるじゃないですか、溶岩島のなんかあのブラキの方がいいのかもしれないですけど、そうするとあのスロが1しかないんであれボマーが出ないんですよね。だからやっぱボマーがいいのか、ほら今出た今出たもろ出たよなんかやだなあれ、やっぱボマーを優先させたから緑ブラキのハンマーではないんですけど、タチはスロット2やりますよね、ブラキの研ぐか、あと1分16秒か、早いな、なんでそれ、これ耐震で防げねえの、アクション的になんか絶対耐震で防げそうだけど、そのよろけ具合、これあんまちょっとサイド行きたくなかったんで緊急回避で避けたんですけど、いかったぜ。3スタンってとこか、スタン値高いなめっちゃこいつ、保険に KO をつけてんにもかかわらずなんかすごい高いですねスタン値が、一人だと3スタンぐらいか、いやそれ当たると思って当たると思ってんだよ、おい、怖えっす怖えっす、早く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 、やばいんじゃね、あぶねー、今悪魔のカゴ出てたら 100% 死んでたわ、氷怖えな、怒ると多分氷があれなんですよね、あの今の攻撃にうざつくんですよね。突進とかあんまビビらずになんかあのちょっと避けていけるんですけど、突進とかなんかいつまで経っても慣れない気がする。今回なんかあの特定の位置に行ってブレスか方向決まってするパターンが全然見られないんですけど、チャンス少ねえ、潜りすぎだろお前、誰に襲ったんだその戦闘技術最悪だこいつ、コメント説明文に潜らないでくださいって書いておこうかな、あっちだな、やっと来たよ、よっこらせ、払った。まあ基本的にノリは取らないでいこうかな、あの今キラことごとくチャンスを潰されるんだが、なんなんすか、お前は大地をも手なずけていらっしゃるんですか、なんすかその爆破のタイミング、アウェーすぎる、終盤あともう終盤これもうめちゃくちゃなことになってるけど、15分になっちゃったなきっと今、残念10針の夢は叶わなかったけど、でもまあなかなか OK 終わった、お終わったって言い方よくないけど、はい、というわけでウカルムルバスお疲れ様でした、ありがとう、かっこいいですよね本当に、ウカムルバスは本当にあのデザインも
なんかシンプルで、なんかあの好きなモンスターランキングベスト、は？わ、ワッツ？なんだ今の、はい、お前ちょっと疲れてんのか。最後の方すごかったけど、あのほんと浮かぶるバスのこのデザインもシンプルで好きで、好きなモンスターランキングベスト1位とかになっちゃいそうな、モンハンで一番なんか好きなモンスターかもしれないですね。ナルガクルガも大好きだったんですけど、ちょっと登場してないんでわざわざ言うのもね泣けてくるんですけど、お疲れさん。自分あのサードのウカムルバス初めて、あのこいつ俺絶対倒せないと思ったモンスターでして、そう、なんかそういうあの思い出があるモンスターなんですよ。本当に最初やった時は絶望的な難しさだった。あの突進とか毎回当たってて、回復薬足りないし時間も足りないしって感じで、今回あの武器とかお守りレア度10まであるようになりましたね。やっぱレア度10までが大事だと思うやる気出ますよね、レア度10来ると。どうにかアナログスティックはさらに破壊されずクリアできましたけど、はい、というわけで、まあこのジジイマジクソでけえなこれっていつも思うんですけど、もう見慣れたん来たんですけど、こうやって見るとあの頭長い分ぐらいがあのハンターですね。どうなってんのこいつ、400歳ぐらいですかね。こいつだからアイコン出ないからどうやって喋りかけんだろうなと思ってたら、もう普通に喋りかけられるっていうなんか最初ね、あのそんなんでどうやってこいつ話しかけんだろうなと思ってたんですけどはい、というわけで、まあ初回はウカムルバスでした。うん、まあどうしような、最初からあんまり極限のモンスターとかやっていくのもなんかちょっと動画的にいきなりって感じがするんで、まあ、なんか普通の最初クエストはちょこちょこやっていこうかなとか思ってますね。こういうまだクリアしていないクエストで面白そうなクエストを発見したらやっていこうかなって思ってるんですけど、はい、まあそんな感じですね。ディアブロス復活したのは知ってるんですけど、希少種がいないのかな、めっちゃ期待してたんですけど、はい、というわけで多分次回はティガレックスかディアブロスのどっちかだと思います。はい、ではまた、ご視聴見てくれたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。